はい。離散性的価値討論の5回目の授業を始めていきます。ですね、前回、天才色という話をしまして、で、ちょっと途中でですね、照明が詰まってしまった部分があって、次の週にやりますよというふうに言ったんですけども、ちょっと、そういうふうにすることをやめて、補足動画という形で、間違っていた証明を直したものを、掲載してますので、その間違っていた証明の、その詳細の方は、そちらをご覧ください。また、スライドの方も、修正したので、そちらをご覧いただくという形でもいいかと思いますので、そのつもりでいていただいて、今日の授業では、間違っていた証明やりませんので、その修正をしませんので、そのつもりでいてください。よろしくお願いします。で、今日はですね、分数彩色という話がありまして、これはまた、純動系に関係してるんですけども、それをやっていきたいと思います。はい。で、今日は5回目ですね。はい。それで、ですね、今日はその分数彩色って話をするんですけども、それのためにですね、使われるグラフというのが、クネーザーグラフというグラフです。前回、円彩色というのを定義するために、円完全グラフというのを扱ったんですけども、今日はですね、このクネーザーグラフっていうのを持ってきます。で、つまり、そのグラフの分数彩色っていうのは、クネーザーグラフへの順動傾斜像であるというふうに見なせるんですけども、そうすると、このクネーザーグラフっていうのは何なのかということをちゃんと理解する必要があるということになってきます。で、クネーザーグラフっていうのは実はですね、この組み合わせ論のいろんなところで出てくる、割と、普遍的な存在であったりするんですけども、これはですね、割とですね、巨大なグラフなんですね。もう書くのがしんどい。もう手で書けない。そんな感じのもので、だから割とですね、頭で想像してもらうっていうところが重要になってくる部分がありますので、そのつもりでいてください。はい。ではですね、まずこのクネーザーグラフっていうのを定義しようと思うんですけども、クネーザーグラフをですね、定義するために、このような、まず、集合の集合を考えます。今、有限集合 S とですね、自然数 K というのがあったら、この S チューズ K と読むと思うんですけども、という集合の集合を考えます。では、どういう集合の集合かというと、要素数が K であるような集合、S の部分集合 X をすべて集めてきて作った集合です。だから集合の集合なので、そういうものをですね、集合属と呼ぶことがあるんですけども、集合属。集合の集合のことを集合属って言ったりするんですけども、これはしたら集合属です。で、下に例があって、例えばですね、S が1、2、3、4、5っていう集合で、K が2だった場合には、S の要素数2の部分集合をすべて集めてきて作った集合が S チューズ K です。ただその時には、1、2とか1、3とか1、4とか、こんな感じになるわけですね。で、全部で10個、要素があります。この集合の要素がありますね。だからこの1、2とか1、3とかっていうのが、この集合の要素です。集合の要素が集合になってるんですね。いいですかね。で、ちょっと中があって、この S チューズ K って、これは集合ですね。S チューズ K、これ集合です。いいですか。で、集合の周りにこの線を引いたら、これは集合の要素数を表すわけです。要素数ですね。要素数を表しますけども、だから、この集合の集合の要素数は、これ二項係数ですけども、S の要素数チューズ K です。だから、例えば、これ今、S チューズ K っていう集合属があるんですけども、この、要素数は、要素数は、S の要素数が5なので、5チューズになります。これ10、これ10ですね。っていう形になります。で、確かに10個あるなと。あっちゃった。今、勝てるな。そうですね。確かに10個あるなということになるということですね。よろしいでしょうか。で、これを使っていきます。で、どう使うのかということなんですけども、これを使って、クネーザーグラフというのを定義します。で、クネーザーグラフはこれですと。クネーザーグラフを定義するためには、2つの自然数、n と k があって、n が k 以上であるっていうことを、仮定してますね。で、その時に、クネーザーグラフは何かというと、これですね。ここに書いてあるような頂点集合と偏集合を持つような無項グラフです。で、頂点集合は何かっていうと、先ほどとの、これ記号なんですけども、この1から n っていう集合から k 個、要素を取り出してきて作った集合の集合です。1、2、点、点、点、n チューズ k です。今、下のところを見ていただくと、ちょっとイメージが湧くと思います。これは n が、
5で、形が2の場合ですね。だから要素数5の集合から2つ要素を取ってきて、全部、持ってくると、ここにあるように、まあ、10個の要素ができるということですね。で、それが頂点になると。で、2つのそのような頂点が、辺になるのはいつかっていうと、この x と y が辺になっているのいつかっていうと、x と y の共通部分が空集合。だから共通要素を持たないときです。例えば、今ここに1、2っていう頂点と3、4っていう頂点があるんですけども、1、2と3、4の共通部分は空集合なわけです。共通要素を持たない。だからここに辺がある。一方で辺がないところを見てみると、例えばですね、4、5と1、1、4。ここには辺がないわけです。なんでかっていうと、1、4と4、5の共通部分を見てみると、これは、4っていう共通要素を持っていて、これは空集合ないということになるわけですね。だから共通要素を持ってたら辺が引かれない。共通要素を持たない。互いにそれがあれば辺が引かれる。という形になるものが、このクネーゼラグラフです。で、これを今日はずっとやっていくんで、ここでまず定義が分かんなかったら困るんで、定義はいいですか？これだけなんですね。だから、これ頂点数が、今言った話、先ほどの話を思い出すと、頂点数は、N 中の K になるわけですね。で、これはですね、割と大きな数になり得るわけですね。で、困っちゃうわけですね。で、今、ここで N が5で K が2の場合ですけども、まあ、ちょっと次のページ、同じ例なんですけども、まあ、これは、ペテルセングラフというふうに呼ばれる、よく出てくるグラフで、前の授業でも出てきてるんですけども、今は、まあ、このように、書いてるんですけども、このいちいちですね、この数字を並べてると、ちょっと、今は K が2だからいいんですけども、K が大きくなってくると、ちょっと書ききれないので、右のように表すことがあります。右のように表していくことにします。ということで、これ何かっていうと、今この N が5なので、考えてる集合が1、2、3、4、5なわけですよ。で、1、2、3、4、5っていう集合をこういうふうに横に書くんじゃなくて、この右のように、まあ、五角形のような形で書きましょう。で、五角形のこのですね、なんでしょうね。五角形ケーキの一つ一つのピースがですね、1、2、3、4、5っていう一つ一つの要素を表していると思ってください。で、例えばですね、この左上じゃなくて、一番上のここの頂点は、この1と2の部分が黄色く塗られているので、ここの、頂点っていうのは、1、2っていう集合を表しているんだっていうふうに思ってください。だから、その塗られているところのみに対応する要素が、この集合の要素であるというふうに思うわけですね。じゃ下の部分、ここは、2と3が塗られているので、これ2、3。2と3っていうのは、ここですね。2と3が塗られているので、2、3に対応するという感じで思ってください。で、まあ、こういう書き方を次の課題していくっていうふうに思ってくださいね。で、今は、K が2、N が5、K が2っていう場合なんですけども、ちょっと大きい例を書くと、こんな感じですね。K が7ですね。N が7。N が7、K が3なので、これですけども、もうこれ書くのも割と大変だったんですよ。これは私これ手で書いてるんですね。まあ、手で書いてることを自慢してもしょうがないんですけども、まあ、こういうふうに書けるということです。で、これはだから、頂点数が、先ほどの言い方で言うと、頂点数は、7中ず3で、もうこれ何だかちょっとわかんないんですけども、7×6×5 を 3×2×1 で割ってるんで、これは35ですね。だからこれ35頂点があるはずで、もうここら辺になってくるとだいぶ大変な感じがしてくるわけですね。ただですね、ちょっとこの書き方は、まあ、工夫してるというか、まあ、Wikipedia に書いてあったものを参考にして書いてるんですけども、すごくなんか対称性が高いような感じがするんですね。で、対称性っていうのは、ちょっと前の回のところに、頂点解。という、概念で捉えられるんだって話をしたんですけども、実際このクネーザーグラフっていうのは頂点解グラフになります。これ後の方で、証明しますけども、頂点解グラフって言います。だから対称性があるような、高いようなグラフであるというふうに思われていて、で、まあ、頂点解であるということから、今まで考えていた道具が使えるってことにもなってきます。はい。で、これが、N が7、K が3の場合の図ですね。はい。で、やっぱりここら辺の書き方は先ほどのその、π のような書き方を、まあ、踏襲してもらってください。はい。で、ちょっと別の例ですね。N が7で、K が1の場合の例ですね。で、これ今ここに書いてますけども、その、このなんか7角形のところのピースが1個ずつしか選ばれてないような形になっているわけです。だから、まあ、頂点で言うと、ここは1だとかですね。
ここは5だけとか、こういうような、頂点になっているわけです。で、そうすると、どの2つの頂点を見ても、それ要素1個しか持ってませんから、どの2つの、集合も互いに相になってます。互いに相になります。ので、この k が1の場合には、このようなグラフっていうのは完全グラフと同型になります。で、この場合、頂点数7なので、頂点数7の完全グラフ、K7 と同型になるわけです。で、これ一般的に言えて、N が何であっても、K が1であれば、それは完全グラフに同型になります。頂点数 N の完全グラフに同型になります。まあ、ちゃんと証明しようと思ったら、同型写像をちゃんと考えてあげる必要があるんですけども、まあ、それは、できると思います。一応、証明が書いてありますけども、まあ、別に、まあ、読む必要もないぐらい簡単です。できます。だから、まあ、書いてあげるのに、そうだなってありますからね。ですね。だから、K が1の場合は完全グラフになるので、また、ある意味で、クレーザーグラフっていうのは、完全グラフを一般化しているような形になっているということにもなります。でですね、一方で、今これ、K は1っていうすごく小さな値を取ってたんですけども、K が、大きくなってくると、こんな感じになって、今これは N が、6、K が4っていう例ですけども、この場合ですね、どの2つの、この、頂点というか集合を取ってきても、交わる要素が出てきちゃうんですね。なんでかっていうと、まあ、6個要素がある集合があったとしたら、そこから4つずつ取ってくるんですね。どんだけ頑張ってもですね、2つは、必ず共通要素を持ってしまうんですよね。で、そうすると、これは、どこにも変がないグラフになります。で、まあ、そういうグラフのことを空グラフと呼ぶことがあるかもしれませんけども、ちょっと、まあ、今後この用語を使うかもしれません。空グラフですね。で、まあ、下にも書いてるんだけども、何かっていうと、K が大きい場合、N が 2K よりも小さい場合には、辺の数っていうのが、0になる。つまり、辺集合は空集合になります。なんでかっていうと、2のこの頂点である XY に対して、必ず、要素を持つか、なりますね。まあ、もしなんかちゃんと証明しようと思ったら、X と Y の、要素数、見るんですけども、だから共通部分の要素数見るんですけども、これは、X と Y の、合併の要素数と比べると、この書き方だけで、を使って書こうとすると、これはですね、X の要素数プラス Y の要素数、マイナス X と Y の、合併の要素数になるってことがわかると思います。これなんかその、ベン図書いてあげればね、わかると思います。じゃあ書きましょうかね。X と Y があったとすると、この要素数っていうのは、X の要素数足す Y の要素数から、全体の要素数っていうか、合併の要素数を引いたものだということですね。で、そうすると今ですね、X と Y っていうのは、この、クレーザーグラフの頂点数です。頂点なので、これどちらも要素数これ K なわけです。ですね。一方で、全体集合じゃなくて、この合併ですね。合併は大きくても要素数 N です。大きくてもね。大きくても要素数 N なので、だから、これは、不等号になってマイナス N と、こういうふうに書けるわけですね。いいですかね。で、これは、今 2K マイナス N です。で、そうすると、今、これ仮定がありますから、これ仮定見ると、これは必ず、0よりも真に大きいということになります。いいですか。つまり、この、共通部分っていうのは必ず1以上、になると。要素数がね、1以上になるところになって、n にならないということがわかるということになります。よろしいでしょうか。ちゃんとやってるとなんか時間がないかもしれないから危険なんですけども、いいですかね。はい。だから、まあ別に言うとすると、このクレンザーグラフの面白い場合というか、我々が興味がある場合は何かっていうと、興味があるのは、M が 2K 以上の場合です。で、このような場合をもっぱら扱ってきます。そうじゃなかったら、辺の数というか、辺集合は空集合になるということですね。じゃあ、M と 2K が偶然等しかったらどうなるか。例えば、この場合ですね。M が6で、K が3の場合。で、そうすると、こんな感じになってます。なんか、バラバラバラって感じですね。で、この場合は、まあ、N が6で K が3なので、片方のね、その集合、片方の集合、ある集合は、3つ要素を、
持ってきてるんですけども、それと辺が引かれるのは、その補集合しかありえないんですね。補集合の部分。これがここで。だからこんな感じです。だから一つ頂点、このフレーザーグラフの頂点があったら、それに隣接する頂点っていうのは、その補集合だけになります。補集合しかありえません。ので、各頂点の次数、そこから出てる辺の数というのは、ちょうど1になります。ちょうど1になるので、その辺がバラ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 と、こういうふうに、存在するようなグラフになるっていうのが、n が 2k の時の状況です。ね、それが今下に書いてあって、n が 2k の時には、k 個の独立な辺から構成されます。で、まあ、この場合、k っていうのは、2分の n と等しいんですけどね。だから2分の n 個の独立な辺から構成されるということになって、まあ、この場合もですね、あんまり面白くないことになります。ただ、本当に面白いのは、n が、2k よりも真に大きい場合ですね。が面白い場合になります。ここまでいいでしょうか。まあ、定義しかしてないんですけども。まあ、定義をちゃんと理解するラジオですね。いいですか。はい。で、これがクネーザーグラフです。で、これが今日のトピックで、まあ、クネーザーっていうのは、人名です。マーティン・クネーザーという、数学者がいまして、まあ、その人の名前から取っている。まあ、この人が、まあ、クネーザーグラフを、まあ、定義したと言っていいと思うんですけども、考えたということになります。はい。ではですね、今から、多重彩色と分数染色数っていうのを、ご紹介しまして、それが、まあ、クネーザーグラフと関係するということをご紹介します。で、まず、多重彩色なんですけども、まあ、その何重なのかってことを表す整数、k っていうのがあって、まあ、k 重彩色と呼ぶようなことになると。で、今までですね、彩色というと、各頂点に一つ色を割り当てるってことをしてたんですけども、この k 重彩色では各頂点に k 個の色を割り当てます。k 個の色。で、k 個の色は異なる。しますね。まあ、下のような例を見ていただきたくて。で、例えば、一番上の頂点は赤と青を割り当てていると、その右は緑と紫を割り当てていると。そんな感じですね。で、どういう条件をこの色の割り当てが満たさないといけないかというと、二つですね。この隣接する頂点があったら、そこに現れる色は全部異なっている必要があります。だからこの場合は赤、青、緑、紫っていうのは全部異なる。上に青があったら、その右に青があってはならない。そういうことですね。それがここに書かれている日本語です。隣接頂点に割り当てられた色集合が高い色です、ね。だから赤青っていう集合と緑紫っていう集合は共通の色を持たない。ですね。で、この場合は、K が2の場合ですね。K が2の場合です。だから各頂点には2つの色が割り当てられています。で、全体で赤、青、黄色、緑、紫っていう5色使っているので、そういうものは25彩色と言います。全体で5個色を使っているので5彩色であって、それが各頂点に2つずつ割り当てられているので20であるという言い方をします。25彩色であるということですね。いいですか？で、これは25彩色です。25彩色って言うと、25彩色みたいに聞こえるかもしれませんけど、そうではなくてですね。そうではなくて、25歳以上です。はい、いいでしょうか。で、K 重彩色を行うときに使う色の数を小さくしたいというふうに思うんですね。で、それが、分数彩色の、まあ、考え方です。で、それは、まあ、こんな、定義で、まずその分数染色する前に、この K 重 N 彩色可能であることの必要十分条件は、実は、その KGNK っていうクネーザーグラフに順同系作用が存在することとして書けます。今ですね、ここに例がありますね。これは C5 ですね。C5 っていうグラフなんですけども、これは、ここの、K が、N が5、K が2であるような、クネーザーグラフ、ペテルセングラフに、順同系作用を持ちます。で、実際にですね、順同系作用、まあ、こんな感じであるんですけども、これですね。これがここに映るってこと書いてあるんですけども、これが、そのまま、この、各頂点に与えられる色に対応します。例えばですね、今、ここの頂点は、ここの、クレーザーグラフの頂点に、この順同系作用によって映されてるんですけども、その時に、この使われてる、この元のグラフのこの頂点はどの色で塗ればいいんですかって聞かれたら、この頂点はちょうどこの1と3
対応するんですね。で、今ですね、この1から5っていう、元の、集合の要素に色を割り当ててます。で、1と3っていうのは今赤と青を割り当てるんですね。で、それがちょうどこの映す前のグラフの焦点の色に対応するようになっています。で、同じようにすると、例えばですね、この下のこの焦点は今ここに映ってるんですけども、これは、見ると2番と4番の色ですね。2番と4番の色。この緑と黄色に対応すると。で、それで塗っているとなります。で、そうすると、今、このクレーザーグラフにおいては、この2つの頂点の間に辺があるんですね。辺がある。辺がある。で、これは、順動計算の差度なので、元のグラフに辺があったら、映った先にも辺がある形になっているんですけども、そうすると、この集合を見てみると、この2つの集合は必ず互いに相になっていると。それはクレーザーグラフにおいて辺があるから。いいですか？で、そうすると、塗った、この赤、み、み、えっと、赤、青、と黄色緑も色集合として見たときに互いに相になったわけです。つまり先ほどの軽重彩色における条件をこの辺において満たしているわけです。いいですか？という形で、このクレーザーグラフへの順動傾斜像がそのまま元のグラフの軽重 N 彩色を与えるということになります。そういう形で、この軽重 N 彩色可能であることと、クレーザーグラフに順動計算が存在することは対応するということになります。よろしいでしょうか？いいですか？いいですかね。で、分数染色数といったら、この K 重 N 彩色が存在するような、最小の K 分の N です。そうか、K 分の N の因数です。加減になりますか？加減になります。今、例えばこれですね。C5 っていうグラフが、この、N が5、K が2であるようなクレーザーグラフに順度計算差を持ちましたから、この分数染色数が2分の5以下になります。ですかね。で、ちょっと思い出してほしいのは、この、C5 っていうのは、染色数が3だったんですよ。染色数は3。で、先ほどのですね、なんだっけ、完全グラフはクレーザーグラフであるということを思い出すと、実際 C5 っていうのは、計算に向かって、順度計算を持ちますんですけども、計算っていうのは、クレーザーグラフで言うと、3、1っていうパラメータを持つものと同型なわけです。ですね。だから、このことから、何がわかるかっていうと、分数染色数は、必ず、普通の染色数以下になることがわかります。普通の染色数。なんでかっていうと、その染色数を与える完全グラフに対する順動計を考えれば、それは、このその N と K の値の、その K が1の場合を考えていることになるからです。ただ、この分数染色数においては、K を1にする必要ないんですね。2とか3とか4とかにしてもいいんですよ。で、その時に K 分の N が小さくなる可能性があるので、このような、不等式が必ず得られます。一般に、染色数と分数染色数のこういう関係があります。だから、なんていうんですかね、多重性を許すことによって、全体的に使う色の数を割合として減らすことができます。減らすことができます。ってことを、分数染色数では狙っているって感じなんですね。はい。で、実際ですね、このグラフにおいては、分数染色数は2分の5と等しくなります。これを後でちょっと、時間があれば紹介しようと思います。はい。で、これが分数染色数で、で、この定義のところにその因数が出てくるっていうのは、この前回のですね、N 染色数の時もあったんですけども、この因数があるとですね、もしかしたらこの集合の中身は、に出てくるものは全部有理数なのに、この分数染色数自身が有理数にならないっていう可能性が出てきます。そういう困ったことはあり得るんだけども、定義上は。実際はなくって、この、K 分の N のっていうものの集合の最小値を取ることによって、この分数染色数が定まるってことが知られています。だから何を言ってるかっていうと、この K 分の N になるような、
ちゃんとしたその K と N っていう性性質が存在して、その時には、このグラフは KGNK に順動形を持つということになります。だからその順動形を持つような最小の、このクレイザーグラフっていうのを見つけてあげれば、それによって、分数染色数が定まります。ここでなんか収束していくような、部分列があって、それがですね、無理数にいくとかってことは、この場合はないです。この場合っていうのは、その分数染色数を考えるときにはないです。ので、それは安心してください、ということになります。証明は省略ですね。だからこれ事実として今から用いていきます。はい。だからここまでの話は、ちょっとその前回の N 染色数の話と、似た部分もあるんですけども、定義は違うので、それは注意をしてください。はい。ここまでいいでしょうか。いいですかね。はい。ちょっとね、いつもながら話すスピードは速いなとは思うんですけども、そうなんですよね。今日はね、急いでるんですよ。っていうことは全然分かっていて、内容が多いんですね。だから、難しい部分はもう一度動画で見直していただければと思います。はい。でですね、ここからやりたいのは、この、分数染色数とか、多重彩色ですね、の、性質を調べるということになります。で、そのためには、クネーザーグラフの性質を知るということが必要になってくるということになります。それをやっていきます。で、それが今からやるですね、クネーザーグラフの性質です。はい。で、先ほどもちょっと言ったんですけども、クネーザーグラフは頂点解グラフです。頂点解グラフですね。で、頂点解って何だったかっていうことを、ちょっと、また復習ですね。定義書くと何かっていうと、2頂点を持ってきたら、片方をもう一方に移すような自己同型作用が存在するっていうことが、頂点解であることの、定義でした。例えばですね、今、これは、ペケル線グラフですけども、一番上、この頂点は、今ですね、1、2っていう状態ですね。で、右の、グラフは、同じグラフを違う形で書いていて、一番上の頂点が3号になっています。何かっていうと、1、2を3号に移すような、この場合、自己同型作用が存在するってことを、この図では表そうとしています。で、今が1、2を3号っていうふうに言ってるんだけども、これは、どの頂点からどの頂点にもできますっていうふうに言ってるのが、この頂点解であることの定義になります。で、まず、この性質が何を言いたいかっていうのは、これはいいですか？これを今から証明していこうと思いますけども。いいですかね。はい。良さそうですね。良さそう。はい。良さそう。ありがとうございます。でですね、じゃあどうやって証明するかなんですけども、今ですね、この図はどういうふうに作ってるかっていうと、まず、その1、2を3号に移すことは、初めにこの、自己同型作用に要求してるわけです。要求してるわけです。だから、1、2を3号に移すような、写像を考えたいわけです。で、そのためにですね、そもそも、この12345を12345に移す写像をまず考えます。前端子を考えます。これ今、前端子ですね。前端子。で、これちょっと、後々、これはですね、G と呼ばれるんですけども。G。だから、これは、この下の F ではなくて、F を作るために作る前端子です。前端子です。で、これはどういうふうに作ってるかというと、12を35に移そうと思ってるので、とりあえず1、2は35に適当に移します。どうやって移してもいいです。今、ここでは1を3、2を5に移してるんですけども、これ逆転してもいい。逆転っていうのは2を3、1を5に移しても構いません。で、それによって1、2が3、5に移るっていう、まず性質をこの前端子 G の中に、埋め込みます。で、そうすると、今、1、2が3、5に移ることが分かったんだけども、3、4、5はどこに移るかまだ決めてないわけです。で、これはですね、前端子として G を作るためには、3、4、5っていうのは、1、2、4のどれかに移っていってほしいんですけども、これはどれでもいいから、うまく前端子になるように移します。例えば、3、5、1、4、5、2、5、6に移す。というふうにします。で、そうすると、1、2、3、4、5から1、2、3、4、5に対する前端子ができます。前端子ができます。で、そうしたら何をするかっていうと、今、1、2をですね、3号に移したいんで、それはこの G を使って、1、2が、G1、G2 ですね。に移るような写像を考えるというふうにします。で、この写像が F です。ややこしいですね。で、この場合は G1 は、3になって、G2 は5になっていると。だから1、2が3号にちゃんと移るようになっているということになります。で、そうすると、この1、2は、
この F によって、3号に移るんですけども、例えば他のものをやってみようとすること、ちょっと下に書きますけど、上に書きますけども、例えば、3、4というものがあったら、それは、この F によって、この F によって、G3、G4 に移るというふうにします。で、G3、G4 は今何かっていうと、3は1に移って、4は2に移るので、これは1、2になります。これは1、2になります。こんな感じですね。で、こんな感じで、この1、2、3、4、5っていう集合の部分集合が、1、2、3、4、5の部分集合にどうやって移るのかってことを定めるのが F っていう写像なんですけども、それをこの G を使って定義するというふうにします。で、この F が実際この下の性質を満たす自己同型像になってますよってことを確認します。っていう証明の流れになります。もうこれでほぼ実は証明終わってるんですけども、まあこういう形のことを今から書いていきます。いいですか？で、これをやっていきますね。はい。で、今、これ、今、これをやります。KGNK の頂点 A を頂点 B に移す自己同型写像を次に与える。先ほどの、例で言うと、A っていうのが1、2で、B っていうのが3、5に対応すると思ってください。ですね。で、今、この頂点は、A も B も、これも集合なわけです。で、この集合に要素するのはこれ K です。A の要素数、B の要素数は K なので、要素数が同じなので、A を B に移すような前端子は存在します。今、これ下見ると、今、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5っていう集合があって、1、2を3、5に移す、まず前端子があります。これですね。で、これを今、ちょっとファイと書きましょう。で、その補集合ですね。この補集合の部分ですね。これ補集合、これ A バー。これが B バーですね。補集合はですね、補集合の要素数も同じなわけです。補集合の要素数、これ N-K なので、だから補集合の要素を補集合の要素に移すような前端子っていうのもあるわけです。存在します。で、それを一つ何でもいいから、プサイとします。何でもいいです。で、それをこんな感じですね。プサイとします。で、このファイとプサイを使って、この G という写像を作ります。それは、この矢印をそのまま受け継いだ写像です。これですね。これが G です。まあ、ちゃんと定義するとこうですね。i が a の要素であったら、こっちが上の φ という前端子を使って、i が、a の要素ではない、つまり補集合の要素である、だったら、ψ っていう方を使うという形で、g の i が定まるということになります。で、そうすると、これは、1点点点 n から1点点点 n への写像なんですけども、前端子を使って定義してますから、この g 自身も前端子になります。いいですか？で、そうすると、ここから F を作りましょうってことでやってるわけです。で、F っていうのは、これですね、クネイジャーグラフの頂点集合を頂点集合から頂点集合への写像です。で、それは、X という頂点集合があったら、それを、X の要素 i に対して Gi を作って、それを全部集めてきたものというふうに定義します。まあ、これはですね、この子に書いてあるように、G による X の像と等しいんだけども、まあ、像っていう言葉を忘れてるかもしれないので、ここにちゃんとその定義を書いておきました。こんな感じになります。で、これ先ほどの例ですけども、1、2っていうのがあったら、それをどう移すかっていうと、1を G で移したもの、2を G で移したものを集合になると。で、1は3に移して、2は5に移すから、3、5という集合が出てくる。こんな感じですね。で、これによって F を作ります。で、この F はまず前端子です。前端子です。クネイジャーグラフの頂点集合を、頂点、クネイジャーグラフの頂点に移すんだけども、これは、違うものを必ず違うものに移しますし、同じものに移っていく2つの、頂点はありません。だからこれ前端子です。だから、この F が今欲しい自己同型写像であるってことを次のページで証明するんですけども、まず前端子であることはそんな感じで言えます。まあ、元の G が前端子であることから分かります。ちょっとそれは省略します。皆さん、ぜひ証明はしてほしいんですけども、簡単に前端子であることは分かります。この簡単にとかって言ってるのはちょっと怪しくって、私にとっては簡単なんだけども、皆さんにとって簡単じゃないかもしれませんから、まあ、簡単じゃないと思ったら自分で確かめてみてください。前端子です。
で、N 探査である以外にも自己統計写像っていうのはいろいろと満たしていなくちゃいけない性質があって、それは何かというと、F によって辺が辺に移り、その逆も正しいことですね。それは何かっていうと、XY っていうのが、このクネーザーグラフ NK の辺であるな、あることと、この F で移したものですね。F で移した後の、この FX と FY が、変であることっていうのが同値であって、これを証明する必要があるんです。これが証明することですね。これをやるっていうのが次の、目標になります。あ、で、もう一個あった。もう一個ちゃんと言わなきゃいけない。これが1個目で、でもう1個は、だからこれは、自己統計作動であることの、性質です。で、もう一つこれは、所望のってなってる、所望のが何だかちゃんと書いてませんけども、これは、このじ、頂点解であることの定義においては、U と V という2つの頂点を指定したら、U が V に移るのしかできないわけです。で、今、これ考えているのは、A を B に移す自己統計作動を作ろうとしているんで、本当にこの F っていうのが、この F っていうのが、A を B に移すんだってことも言う必要があります。それが2番目です。2番目。だから、FA が B であるということを言わなくちゃいけない。で、今、1番、2番って書いてるんですけども、先にやるのは2番の方です。FA が B になることをまず言います。で、実際に FA っていうのを書いてみますね。FA で書いてみると、それは定義から GI の集合なわけですね。で、I は A の要素です。で、GI はどうやって定義したかっていうと、I が A の要素であるんだったら、それは Phi I ですというふうに言ってました。いいですね。ファイヤーちょっと前に戻りますと、これですね。A がこの B に移される。この矢印がこのファイによって定義されているというわけでした。で、それは、このファイが前端者でしたから、B そのものに移るってことがファイの定義からわかります。だから A は必ず B に移るという、丸二ですね。丸二の性質はこれでわかったということになります。で、一方で、この辺が辺に移って逆もまた正しいという方の、丸一の方の性質ですけども、それの証明はここであります。ちょっとここが端折ってるんですけども、まあ一応見ていきますね。で、まず、FX と FY がこのクネーザーグラフの辺になっているってことの定義は何だったかっていうと、FX と FY が共通要素を持たないってことです。ですね。で、F は前端者だったので、FX と FY が共通要素を持たないってことと、X と共通要素を持たないってことは、これは、同値です。F が前端者だから。まあ、一般的な性質として下に書いてあるんだけども、これは前端者の性質として、まあ、じーっと眺めてもらえばわかることになります。で、そうすると、X と Y は今、共通要素を持たないので、それは取りも直さず、X と Y がクネーザーグラフの辺であるということと同値なわけです。つまり、今考えている2つの性質が同値であるということが分かったので、前のページ1番の方も正しいということが分かって証明が終わるということになります。つまり、クネーザーグラフは頂点解グラフになります。よろしいでしょうか。いいですか。まあ、先ほどの図を見てもらっても、クネーザーグラフの図を見てもらっても、すごく対称性の高いグラフだなということは、まあ、分かってもらえるかなと思います。はい。でですね、次にやるのは、これをやって、これの半分をやって休憩をしようと思うんですけども、何かというと、クネーザーグラフの独立数です。独立数というのは何だったかっていうと、最大独立集合の要素数ですね。で、それは、このクネーザーグラフは、n が 2k 以上の場合には、使えておいて、n-1 中の k-1 になります。で、これはですね、L でしょ、高ラドの定理っていうふうに言われていて、よく、組み合わせ論では出てくるような定理なんですけども、それをですね、今日は、準動形を使って証明します。まあ、この定理、いろんな証明が知られてるんですけども、今日は準動形を使って証明するということをやります。で、まあ、それを置いといて、とりあえず例ですね。これは例。N が5、K が2、まあ、この例しか出てこないかもしれませんけども、の時の例を見ると、N-1 choose K-1 ってのは何になったかというと、これは4 choose 1になります。で、4 choose 1これ4ですね。で、実際に、ここでは、そのペテルセングラフの中から4つの頂点を選んで、独立集合になっているものができているということがわかるようになっています。で、この赤いもので撮っているのは、これが実際、この
グラフの最大得意集合の一つになっています。まあ、他にもあるかもしれません。他にもあるんですけども、これが一つですね。そういうふうになっています。で、これを4頂点のものよりも大きな頂点数を持つような独立集合は存在しないということですね。で、前回も言ったんですけども、これポイントなのは、これちゃんとイコール統合を証明するってことです。これが重要です。だから、これよりも、この4つの要素の、頂点集合よりも大きな独立集合ないってことをちゃんと言わなくちゃいけないわけですね。で、それをちゃんとやっていく必要があって、で、まあ、それが難しい方なんですけども、まず簡単な方からやっていきます。簡単な方っていうのは何を言ってるかっていうと、この、イコールを示すためには、両方向の不等号を示すわけですけども、どっちが簡単かっていうと、下の方が簡単です。下の方が簡単なので、下の方からまずやりましょうということを言います。で、それの証明ですね。で、その証明のためにはどうすればいいかっていうと、この n-1 中で k-1 っていう頂点数を持つ独立集合を一つ見つけてあげればいいです。で、それを実際にやります。で、そうすると、少なくともその要素数の独立集合は存在するってことになるので、最大独立集合の要素数、つまり独立数というのはそれ以上になります。という流れですね。で、どういうふうにやるかっていうと、今、クネーザーグラフがあったら、すいません、ここの書き方間違ってるんですけども、ちょっとこの書き方が間違ってるんで、これ消しますね。1を含む頂点を全て集めます。まあ、例えばですね、今、ここの頂点、これ今、1、2ですね。この頂点、これ1、5なんですけども、この M が、5、K が2の場合っていうのは、この1を含む頂点を全て集めると、どういうことになるかっていうと、このラージ i っていうのは、これ書いてあるかな。1、2、2、1、3、1、4、1、5になります。1を含んでいるものを順番するということですね。まあ、実際、ここの赤い4つの頂点はそれになっています。1、2、1、3、1、4、1、5になります。はい。で、このラージ i っていうのは実はまず、独立集合です。独立集合です。なぜかというと、このどの2つの頂点を見てもそれは1という、要素を共通に含んでいるわけです。だから、どの2つを見てもそれが互いにそれになるとはありえません。いいですか。だからこれは独立集合です。だから、どの2つの間にも変がありません。変がありませんから、これ独立集合です。独立集合です。いいですかね。で、一方で、この i というものの要素数は n-1 中ず k-1 になります。なぜか、今ですね、この、中に入っている集合っていうのは、要素数これ k なわけです。要素数 k なわけです。一般的に言うとね。で、そのうちの一つは必ず1になっています。で、そうすると、この中の要素を作るにはどうすればいいかっていうと、残りのこの k-1 個の要素を選んであげればいいわけです。で、k-1 個の要素はどこから選ぶかっていうと、もともとこれは1から n っていう集合から作られたわけですね。1から n っていう集合から作られてるんだけども、もう1は選び終わったわけです、ここで。1を選び終わったわけです。だから残りの部分っていうのは2から n の要素を使って作るしかないわけですね。いいですか。だから、この2から n っていう集合から k-1 個の要素を選ぶ方法のすべてが、この i という集合の要素数になるわけです。そうすると、2から n っていうのは、ここには n-1 個要素があるわけですね。n-1 個の要素の中から k-1 個の要素を選べば、この i の要素が1つ決まるという形になっているので、n-1 choose k-1。というのが、このラージアイの要素数になります。これはいいですか？これは分かってほしいかなと思う。あ、全部分かってほしいんだけど、これは、分かってほしいですね。いいですかね。ということなので、で、この i は独立集合ですから、アルファ、独立集合の最大数は、あ、最大要素数は、n-1、choose k-1 以上になるということが分かりました。いいですか？で、これで片方の不等式は得られます。問題は逆向きを示すことですね。この要素数よりも大きい独立集合がありませんよってことを言う方向が難しいです。で、どんな感じで証明するのかってことを休憩前に述べて、
そういうことで、救急の後にそれを実際にやるってことをします。逆向きのためには、これをやります。この K 分の N っていうのは前回出てきた円完全グラフです。で、この N と K、そして、このクレンザーグラフを考えるのと同じパラメータを持ってきます。で、K 分の N から、クレンザーグラフ NK に対して、順度計ありますよってことを証明します。任意の N と K に対して。これをやります。で、これができると、実は、ここに書いてある結論が得られます。はい。で、なんでそれが、結論が得られるのかっていうことを言うと、じゃあ、まず円完全グラフをちょっと、思い出す必要がありますね。円完全グラフの、ちゃんと書いてください。円完全グラフ K、K 分の N の頂点集合は、これは0から L マイナス1ですね。で、円集合はどこだったかっていうと、K 分の N が何かっていうと、IJ っていう、2つ持っていくんだけども、K 以上、i マイナス j の第1 n マイナス、こうですね。こういうその i と j の差が k と n マイナス k の間に収まっているって。そういう定義でしたね。はい。これは定義でした。で、ここでは n が5、k が2と書いてあるということになります。はい。で、実際ですね、これ見てみると、まあ、この場合はですね、こちら側が頂点数5の経路で、確かにここら辺に頂点数5の経路あるから、順度計あるなっていうのが、まあ、わかるんですけども、これ一般的に言えるわけです。一般的に言えます。で、まず、なんでなのかってことは、休憩の後なんですけども、まずちょっと言いたいのは、この順度計があることから、この、独立集の状態が得られます。で、なんでかというと、非順度計誇題っていうのがあったんですね。で、それを使うんです。で、非順度計はこれ何だったかっていうところがありまして、G が H、G から H への順度計があって、H が頂点解だったら、この独立比っていうものの間に、こういう、不等式が得られる、成り立つというのがありました。で、今、このクレーザーグラフが頂点解だということを今示しました。ので、この順度計作動があると、この非順度計誇題から独立比の間に代償関係があるということがわかります。で、この円完全グラフの独立比、は前回証明してるんですね。まあ、証明してますね。してますので、それを使うんですね。で、今、これは分かってます。で、前回の話から、この、独立比は N 分の K です。そうすると、こちら側ですね。クレンザーグラフの独立比は N 分の K 以下になります。で、独立比ってどういうふうに定義したかっていうと、頂点数分の、独立数だったわけですね。で、そうすると、何が分かるかっていうと、アルファっていうのは、独立比かける頂点数なわけです。だから、クレンザーグラフの独立数っていうのは、独立比かける頂点数で、独立比は N 分の K 以下でしょう。で、頂点数は N 乗 K です。ですね。で、この部分ちょっと計算してみると、どんな感じになるかっていうと、N 分の K かける、N の階乗を K の階乗を N マイナス K の階乗で割ったもの、こうなりますね。で、これは、整理すると、n-1 の階乗が分子になって、k-1 の階乗が分母、n-k の階乗が分母と、こういう形になるので、これはですね、l-1、中図 k-1 と等しいということがわかるわけですね。という形で、何かというと、アルファが、この、二項係数以下であるっていう欲しかった量が得られるということになるわけです。だから、ここに書いてある、この性質ですね。これ今、今後、今日は、これ、補題と呼んできますけども、これが証明できれば、よろしいということになります。いいでしょうか。早いかな。なんか早い気がするんだけども、一応言ってることは正しいんですね、今日はね。前回間違ってましたからね。で、これをやるってことになります。これを今から、やっていくんだけども、それは休憩の後になるということになります。よろしいでしょうか。まあ、そう、前回やった内容を使ってたりするので、それをまあ思い出す必要はあるかと思いますけども、まあ、ここら辺のことは、まあ、前回やったんだと思って、まあ、ちょっと信じてもらうということになるわけですね。で、休憩の後でやるのは、この順道形を実際に構成するということをやります。はい。では、3分間休憩をしますので、タイマーをつけまして、
はい、じゃあ3分間休憩をしますので、休憩の後に今の証明をやっていきます。古代の証明をやっていきます。はい、それでは休憩終わりになります。よろしいですか？何か質問あったら流していただいてもいいですけど、いいですか？ですね、今からやっていくのは、この人類が存在するっていう話です。まあ、答えをもう一回書きました。で、どうするかですね。先ほどまでですね、クネーザーグラフの、頂点集合は、1、2、3、4、5とか、その1から始まってたんだけども、集合。ここではその、あれですね。円環全グラフの方の書き方に合わせるときに0から始まるようにしてます。だから、この、ペテルセングラフの場合は、先ほど1、2、3、4、5の部分集合を取ってきたんだけども、そうじゃなくて、0、2、2、3、4の部分集合を取っていくっていうふうに見なすようにします。はい。それはここですね。と見なすようにします。で、この、まず、写像を作りますですね。一つの頂点、0とかってのがあったら、その0、1、点点点、K マイナス1にするという感じにします。ちょっとここにも書いてあるんですけども、この場合は、この例の場合は K が2なので、i、i プラスしておしまいです。だから、0は0、1に移し、1は1、2に移し、2は2、3に移し、3は3に移し、4は40に移す。っていうような形の写像を考えます。で、それがこの赤い矢印ですね。0は0、1に移す。1は、ですね、1、2、2、こんな感じです。で、これが実は順動級写像なんですね。で、実際に、その0、2、4、1、3ってこういう順番で経路ができるんですけども、それがですね、ここでもちゃんと、0、2、4、1、3という順番の、
併用になっているということになるんですね。で、なんでそうなのかってことを今ちゃんと示す。あ、なんでこれ順路なのかですね。で、まずですね、これによって、元々の円環ジングラフの頂点から要素数 K の、集合ができるので、これによって、ちゃんとこのクネイサーグラフの頂点が得られることはすぐにわかります。この要素数 K だったね。要素数 K。あ、それはわかります。問題は何かっていうと、辺が辺に移るってことです。で、それをまず、それを見ましょう。Fi は今こういうふうに定義しました。これ今定義を書いたわけです。で、ij っていうのはその左側の円完全グラフの辺であって、i は j よりも大きいとしましょうと。で、辺であることの定義は何だったか、円完全グラフの辺であることの定義は何だったかっていうと、i-j の絶対値が k 以上 n-k 以下。ということでしたね。で、今、i は j よりも大きいっていうふうに仮定してるんで、ここの絶対値はそのまま i-j になります。ですか。だから、この場合には、i-j が k 以上 n-k 以下であるっていう条件が成り立っているということになります。これはその円完全グラフの、辺であるということがわかります。はい。で、この時にですね、この時に、この移した先ですね。F によって移した先。Fi と Fj の共通部分を考えることになって、これが空集合であれば良いということになるわけです。で、それを示したいわけですね。で、今 Fi っていうのを今の定義から、i から、i プラス k-1 まで並べたもの。Fj の方は j から j プラス k-1 まで並べたものと考えます。で、今これは下はですね、そのイメージ図で、これその0から順番に0、1。n マイナス1並んでると思ってもらって、i が j よりも大きくって、i から i プラス k マイナス1。これが今 fi ですね。で、j から j プラス k マイナス1。これが fj。というふうにこういうふうに並んでるというふうに思ってください。で、今はこの2つの集合が共通要素を持ってないっていう状況を書いてます。で、それが証明したいことです。実際にこの共通要素を持たないということを証明したいわけですね。で、そのためには、この端を見たらやってるわけです。今、この両方ともですね、こういうふうに、その区間で、この要素を Fi も Fj も選んでますから、この端が重なってなければ、大丈夫となるわけです。だから、まずは、この j プラス k マイナス1と i を比べてみましょう。ということをします。で、それをやってるのは、j プラス k マイナス1と i を比べようとしています。で、そうすると、j プラス k マイナス1をまず持ってくると、上の条件から、ここですね。この部分から j は i マイナス k 以下になります。で、それを書きました。で、書くと不等号になります。で、マイナス k プラス k があるので、それをキャンセルすると、これイコール i マイナス1になります。で、i マイナス1は i 未満ですよね。だから、この場合 j プラス k マイナス1が i 未満になるってことがわかります。つまり、この j プラス k マイナス1が i よりも右にあるってことはない。ので、ここの部分は必ず空いてるわけですね。で、もう一つ考えなくちゃいけないのは何かっていうと、この i プラス k マイナス1の方、1が n マイナス1を通り越して、内側に来てる場合があるわけです。で、その時には、その j と重なっていてはいけないということになるわけですね。で、それをちゃんと考える必要があります。で、そうすると、それが飛び越えてる場合を考えると、図にするとこんな感じなんですね。で、これ飛び越えてるんですけども、これは、モッド n で考えてるので、これは、この場所は、ちゃんと数字で書こうとすると、i プラス k マイナス1から n を引いたものになるわけです。ですか。で、それが j よりも右に来ていてはいけない。ってことをちゃんと確認します。で、それがこの部分ですね。i プラス k マイナス1マイナス n と j を比べてます。で、これやってみると、まず、i プラス k マイナス1の部分を見てみるんですけども、これは、こっちですね。この部分を見ますね。そうすると、この式に書いてみると、i マイナス j が n マイナス k 以下って式なんです。で、これを、マイナスのものを移行すると、i プラス k は n マイナス、n プラス j 以下になるという形で書けます。で、それを書いてるのはここです。で、不等号ができるという形になります。いいですか？で、今、n とマイナス n がありますから、それキャンセルして、j マイナス1が残ります。で、j マイナス1は j 未満になるということですね。つまり、この i プラス k マイナス1マイナス n と j を比べると、必ずこの間にギャップがある。ので、交わらない。fi と fj は共通要素を持たないということになって、これが確かに辺であるということがわかる。
つまり元々の辺は辺に移るんだということが分かって、確かに F が順動係数であるということが分かりました。よろしいでしょうか。良さそうですか。うん。まあ、冷静になって皆さんも自分で考えていただければ分かると思うんですよね。なんかこう証明聞いて、ふむふむと思うよりも、自分で実際に証明してみた方が、理解は進むと思いますし、皆さんが証明しようと思えば、多分このような、同じ証明になると思います。はい。で、これで、先ほどのような、順動比が存在するので、そこから独立数の上下が分かるということになって、独立数が分かりました。で、それを使えば、クレーザーグラフの独立比も分かります。独立比っていうのは、頂点数で、独立数割ったものだったので、それをちゃんと計算してあげると、ちゃんと N 分の K になります。これはですね、実際、先ほどの話で言うと、この K 分の N っていう、この、円完全グラフの独立比と実はまあ等しいことになってるわけですね。まあ、それはまあ結果的にそうなってるわけです。はい、よろしいでしょうか。まあ、ここまで計算しただけなんですね。はい。で、これを使って、クネーザーグラフ間の順動形がどのような形で作れるのかということを紹介していきます。その前に一つ、分数、今の話、古代から分数染色数と円染色数の関係があります。それがですね、ここです。で、ここではもう一個、不等式があって、これ全体が、染色数以下であるということを言ってるんですけども、この右側の部分っていうのは、実はこれ前回証明してます。前回で。書いてますけども、前回、円染色数の小数点が切り上げが染色数で等しいということが多いって聞いたので、ここから、円染色数が、染色数以下だってことは、これ前回やってます。この部分はこれ前回も終わっていると。で、今からやりたいのは、この右側じゃなくて、左側の部分ですね。この部分。この部分やりたいということになります。それをやっていきましょうということになります。で、それを書いているのが、これ1行目ですね。右側はすでに証明したので、左側を証明します。で、まずですね、じゃあ、この、円染色数を与えるような円完全グラフを考えます。つまり、円染色数が K 分の N という有理数だとすると、G から K 分の N に対して順動係数が存在します。そうすると、古代さっきあったのから、K 分の N から KGNK に順動係数があるわけです。それも、この古代から。で、そうすると、この2つを組み合わせると、G から、この、KGNK に順動係数が存在するということがわかります。で、このことから、G の分数染色数は K 分の N 以下だということがわかります。分数染色数の定理をもう一回書いておくと、これ解ですけどね。これは、まあ、整数ですけども、こうですね。K 分の N の最小値で、G から、KGNK に順動係があると。こういうことですね。だから、この K 分の N よりも、分数染色数が小さくなるかもしれないけども、まあ、大きくはならないということがわかります。で、K 分の N はもともと円染色数でしたから、欲しかった不等式が得られるということになります。だから、まあ、その分数染色数と円染色数と、染色数の間にこういう関係があるということになります。実際ですね、この不等式が、イコールで成り立たない場合もあります。ここまでいいですか？ですかね。はい。で、今言っていたのは、これですね。今、クネーザーグラフの性質を見たので、クネーザーグラフ間の順動形を見ていきましょうということになります。はい。まずですね、非存在性をやっていきます。この K 分の N と K プライム分の N プライムっていうのがあったときに、この KGNK と KGN プライム K プライムを比べたいんですけども、この比が、この真の代償関係がある場合には、で、まあ、なおかつ2以上ですね。これ2以上って言ってるのは、これは N が 2K 以上であるとか、N プライムが 2K プライム以上であるとか、まあ、これを指してると思ってください。だから、興味がある、面白い場合だけは使ってると思ってください。で、その時に、このような代償関係があったら、順動係数は存在しません。大きい方から小さい方が存在しません。っていう性質です。で、まあ、下は例で書いてあって、左の方は N が3で K が1だ。これは頂点数3の完全グラフです。
で、右の方は N が5で、K が2っていう、今ずっと使っていた経線グラフです。で、そうすると、この比を見ると、こっち側これ3、こちら側は2.5ですから、比が大きい方から小さい方へは順路が存在しません。ということを言っています。で、これは、先ほど計算した独立比ですね。独立比を見て、非順動系古代を使うとすぐに言えます。さあ、それをやっていきましょう。これですね。で、今、ここに書いてある仮定をします。そうすると、今言ったみたいに、n が 2k 以上で、n パイ 2k パイ以上になります。そうすると、先ほどの、独立比が使えます。ですね。nk の方の独立は n 分の k で、n プライム k プライムの方の独立比は n プライム分の k プライムになります。で、そうすると、この仮定から、これですね。独立比を見ると nk の方が大きいということになるわけです。で、順動系古代は、を使う、非順動系古代を使うと nk の方から n プライム k プライムの方に順動系が存在しないということがわかる。ということになります。いいでしょうか。順動期方は何だったかっていうと、順動期方は何だったかっていうと、ちょっと書くと、G から H に、順動形があって、H が頂点解。ならば、IG と IK、IH を変えると、こういう、大小関係がありますよということですよね。で、クメーザグラフは頂点解でしたから、これ使えるということになるわけです。で、今は、の場合は、この右側が否定されてますから、こういう、この G から H に順路があるということも否定されるということになったんですね。はい、いいでしょうか。だから、値が、この比が大きい方から小さい方へは自動計算が存在しない。ですね。で、順序計算が存在するような N と K の組っていうのは実はたくさんあって、それを次に紹介します。で、まずですね、このような場合には、クネーザーグラフ下に順序計算が存在しますっていうのを3つ挙げています。1つ目は、NK があったら、N を1つ増やしても OK です。順序計算が存在します。で、この図は、それを、の例を表したはずで、何かというと、マックさん、次のページは、あ、次だと。なるほど。あ、そうか、そうか。あ、そういうことですね。わかりました。すみません。今、流れが分からなかったので、まず、この例ですね。この例が下にあります。で、N が5で K が2というのは、KG52 から KG62 に順の計算が存在するということになるわけですね。で、これ KG62 と書いてみたんだけども、この中に実は KG52 というのが、部分グラフとして存在しています。で、これはですね、どういうふうにじっと見てわかるかどうかっていうのは難しいんですけども、まあ、あとの証明による構成法によると、まあ、ここにそれがあるということになりますね。今、太く残っている部分が、実はこの KG52 と同型なんですね。で、これはですね、じっと見てもわかんないかもしれませんけども、まあ、冷静になるとわかるという感じになっていて、ちょっとこれは皆さん自分で確認してみてください。これ確かに、この残っている黒で残っている部分は、ベテルセングラフと同型になっています。という形で、順動計算が存在するというのが1番です。で、2番は何かっていうと、NK っていうのがあったら、その N と K を同じ T 倍したもの、TN、TK とした場合にも、順動系ありますよ、という感じですね。で、これもですね、実は、部分グラフとして存在するって形になっていて、まあ、この例、下の例では、N が3で K が1の場合を書いていて、それだと KG31 ですね。で、T を2にしたら、この3と1が6と2っていうふうな形で2倍になります。で、2倍になったグラフが書いてあります。で、そうすると実は、この KGNK っていうのが、KGTNTK の部分グラフとして現れているということがわかります。で、まあ、この例の場合には、ここですね。ここにちゃんと、確かにあるな、というのがわかるんですね。で、それが、順動形になっているということです。で、これが2番目ですね。で、3番目の方は、ちょっとこれがトリッキーで、何かというと、上の方は N と K に対して、右の方のグラフは、パラメータが大きくなってるんですよ。ただ、この下の方はこのパラメータが小さくなってる。小さくなる方にも実は順度計がある場合がありますよ、ということを言ってます。で、この場合には部分グラフにはなりません。で、どんな感じの例かというと、こんな感じですね。おお。これ N が6で K が2の場合ですけども、この KG62 っていうのがあったら、N の方はマイナス2します。だから6から4になります。で、K の方は1引きます。
2以下が1になります。でそうするとこの KG41 ってこの場合はこれ肝心グラフになりますけども、ここの順の比が存在しますということになります。で実際ですね、この場合は、この右のグラフ、これ完全グラフですから、4等級の完全グラフですから、この KG62 っていうのが4彩色可能ですよってことを、これは言ってます。3番の性質は。で、実際に4色で塗ってみるんですけども、こんな感じになる。こんな感じで塗れると。今、赤、青、緑、紫っていう4色でこれ塗ってるつもりのイメージですね。で、赤だけ見ると、赤の間には変がないと。青の間にも変がない。って感じになってるはずです。なってるはずです。はい。っていうのが3番目ですね。この存在性がまず何を言ってるのかということ、これはいいですか？今からこれを証明しようとしていきます。では実際の順道器作ります。順道器作ります。いいですか？何言ってるかはわかりますか？大丈夫そうですか？まあ、こういう性質があるんですけども、何度も言ってるかもしれませんけども、こういうものは、覚えようと思わないでください。まあ、調べて、これが出てきて、あ、そうだったなってことが思い出せれば構いません。それでいいと思います。で、今言ったみたいに、1番と2番というのは実際に、この左側のグラフが右側のグラフの部分グラフになっているってことを言います。で、3番はもう少し頑張る必要があります。ので、まあ、それを順番にやっていきましょう。はい、じゃあ1番ですね。1番やっていきます。これはですね、まあ、これは割と簡単でというか、簡単でという意味がいいかどうかわかんないんですけども、そして作像としては、頂点をそのまま同じものに移します。今何かっていうと、例えばですね、ここは2は、1、2っていう頂点があるんですけども、右の方は、この N を1個引くだけなんで、この右の方にも1、2って頂点あるんですよ。この場合どこかっていうと、ちょっとどこかわかんない。ここですね。ここ1、2って頂点があるんですよ。だからそこに移してあげればいいと。ということになります。で、ここに、3、4っていう頂点がありますけども、左側にも。で、これ右側にも3、4、どこかあるんですね。どこかな？パッと見たらわかんないですけども、3、4、ここですね。3、4。ってあるんですよ。という形で、同じ頂点が必ず右側にあるので、そこに移してあげればいいです。で、そうすると、元々のところで、その、1、2と3、4っていうのは、互いにそうであるので、ですけども、右側の方でももちろんその二つの集合っていうのは互いにそうになっている。だから辺がある。ってことなので、ちゃんとその部分グラフとして、この N が大きいところでは、K が同じだったら部分グラフというのが見つかるということになります。だからこの F というのは必ず順道器になります。よろしいですか？だから別の言い方すると、この、薄く消している頂点って何かっていうと、この左側のグラフに現れてない頂点です。だからこの例の場合は6っていう要素を持っている頂点を全部消しています。で、そうすると、残ったところには、この KG52 が現れるという形になっているということです。で、これで終わりです。で、2番ですね。2番は、N も K も T 倍してます。ということですね。で、これはですね、いろんな考え方があると思うんですけども、ここでは、こういう考え方をします。何かというと、元々のグラフでは、1から N っていう集合があって、その中から K 要素を選んでいくという形で頂点を作ってました。で、この、写す先の方の、グラフは、TN 個、要素のを持つ、集合から TK 個要素を選んできて頂点を作るわけです。で、そういうふうにするので、この TN 個っていう、TN 個要素を持つ集合っていうのを、この右のように考えましょうと。何かというと、N 個要素を持っている集合を、T 個の段を作って、全体で TN 個の要素の集合を作りましょうという形にします。まあ、そういうイメージを持ってください。まあ、形式的に書くと、こういう直積を考えるということになるんですけども、まあ、今週この、書き方がわかんなかったら、こういうふうに T 個段を作ってコピーしていると思ってください。で、その中から TK を選んで、このフレーザーグラフの頂点を作っていると思ってほしいんですね。で、今からじゃあこの順道形写像を作るんですけども、どうやってするかっていうと、元々のこの、N の、グラフの方では K を選んでるんです。今この黄色くなったものを選んでると思ってください。こっち3つ選んでると思ってください。で、そうしたら、こっちの右の方では、3×T 個。まあ、この例の場合、これ T は3ですけども、9個要素を選ぶのか、どうやって選ぶのかっていうと、各段では、
左側と同じところをやります。で、それをすべてこうつなげてあげると。で、そうすると、この場合、9個、ちゃんと要素が選ばれるようになったんですね。で、これによって、左のグラフから右のグラフの頂点に対する斜度が定義できます。で、実際これが、この2つのグラフを結ぶ順動形になっているってことを次のページで説明します。斜上の作り方はいいですか？いいですか？これもね、なんかグラフを書いて例を示せばよかったんだけど、これグラフが本当に巨大になりすぎて、ちょっと例が作れなかったので、まあ、こういう形のイメージでお伝えしております。で、ここら辺、ですね、グラフの順当の話って、だんだんグラフがですね、巨大になってくるんですよ。次回の話もですね、もっとこのグラフが巨大になってですね、もう手に負えなくなってくるんだけども、だからこういうふうに、こういうような、なんか抽象的な形で想像してもらうっていうちょっと力が、試されるんで、まあそういうふうに思ってください。で、今からやるのは、この F っていうのが確かに順動形なんです。つまり、もともとのグラフにおいて辺になっているところが、右折させても辺になっている。だから、どんな感じかっていうと、A と B というものがあるんですけども、A と B っていうのがあって、この A の部分、はこの赤、B の部分が青だと思ってください。で、A と B は辺をなしているので、あ、上では X になっているな、しまったな、記号が合ってませんけども、この、まあ、X と Y は A と B と同じだと思ってください。同じだと思ってください。で、A と B は、互いに要素を持たないので、こういうふうに、互い違いになっている。まあ、互い違いというか、同じところに赤と青が両方も塗られることはないと思ってください。で、そうすると、今の、こっちのその方の段に、この要素を移すんだっていう考え方を、そのまま持ってくると、この FA と FB ですね。この移して作ったもの、この9個ずつ。これらも交わり持たないわけです。もともとこっちは交わり持ってないから。いいですか？で、逆に、あ、逆はいらないか。逆いらないんだけども、逆はじゃあいらない。なので、この A と B が共通要素を持っていなければ、FA と FB も共通要素を持たない。ということになって、実際この FA と FB は、移した先のクレーザーグラフの辺になりますよということがわかると。ということになります。まあ、実際は両向きになるんですけども、両向きは、あれですね、順動形であることを証明するためには必要ないので、まあ、その逆向きの説明はしませんが、もう一度言うと、A と B が互いに素であったら、このようにして作った FA と FB も互いに素になって、FA と FB が移した先のクネーザーグラフの辺になるということになります。はい。で、これで証明が終わるということになります。よろしいでしょうか？いいですか？これは2番ですね。だからここまでは、なんかその部分グラフを取ってきてるので、割と簡単なんですけども、3番はちょっと難しい。で、3番でもしかしたら10分ぐらい使ってしまうかもしれない。10分使ったらもう終わりなんですけど。こんな感じですね。3番に何かっていうと、N と K だったら、N-2K-1 に移すんですけども、そのような写像をこのように定義します。で、これがわかりにくい。で、何かというと、N が減ってるので、まあ、その減ってる部分をちゃんと考慮する必要があるんですね。で、ちょっと定義を見る前に、定義を見る前に例でやります。例でやります。N が3、え、あ、違います。N が7、K が3の場合。で、まあ、これも1、2、3、4、5、6、7個あって、例えば、ここでは1、3、4ってのがある。こんな感じですね。で、移すのは NK から N-2K-1 なので、今、7個の中から3つ選んでるところから、移した先は5個の中から2つ選ぶという形に移すということをするわけです。で、5個っていうのは、この N と N-1 が取り除かれた集合です。1から N-2 までしか要素がない集合から2つ選ぶんだけども、どのように出るのかということを説明します、ここでは。で、どういうふうにやるのかっていうと、もともとですね、あ、で、この左の図では何を書いてるかっていうと、もともとこの段階では1から N まで集合があるんですけども、この取り除かれる、右に行くときに取り除かれる N-1 と N のところに緑の枠をちょっと書いて、そこを強調するようにしています。はい。で、もともとのグラフの方の集合、K 個要素を持ってきてるんだけども、それが N-1 や N を含んでないときは、移した先にはどうするかっていうと、この中で一番大きな要素ですね。これを外します。で、残ったものだけを取ってきて、その移った先の、頂点にします。ですか？で、それはですね、この N-1 と N の部分をちょうど1個だけ含む場合も同じようにします。そうすると、一番大きいものを
一番大きいものと取り除いて、残りをそのまま持ってくる。そうすると、この場合は、2と n-2 が残ると。そんな感じですね。でそれは、n だけしか含んでない場合も同じようにある。で、問題は何かっていうと、このですね、左側の、グラフの頂点が n と n-1 を両方とも含んでいる場合。で、その場合は、n と n-1 は両方とも、この右側のグラフの要素ではないので、グラフの頂点の要素ではないので、それ両方とも取り除く必要があります。で、取り除いてしまうと、右のグラフでは、その頂点に出てくる集合の要素数は k-1 なので、2つ取り除いたらまずいわけです。で、1個補填する必要があります。で、補填はどこで行うのかっていうと、今、この左側の集合に入っていない要素の中から一番大きいものを付け加えます。それが、で、それを付け加えて、もともとあったものも持ってくると、これができる。そういう感じになります。で、それが下に書いてある例で、それを言葉にしたのが上です。何かというと、n-1 と n と x の共通部分が、予想数1以下、0から1の場合には、x に入っている最大要素を取り除きます。でそうじゃなくて、n-1 と n の両方とも、この x は含んでいる場合、つまり x と n-1、n の共通要素数が2の場合、どうするかっていうと、n-1 と n は両方とも取り除くんだけども、補填するために x の、補集合の一番大きい要素を付け加えるってことをします。マックス x バーっていうのは、x の補集合の最大要素です。それを付け加えます。で、それをすることによって、この頂点から頂点への差像を作ります。これはいいですか？いいですかね。そうですか。はい。ありがとうございます。で、これが確かに順道形であるということを証明するんですね。で、それを今からやっていきます。順道形であるって。で多分これやったら今日おしまいなので、残りの部分は、これは本当に来週にしましょう、ね。本当に来週にしましょうね。じゃあ、F は順道形であるってことを言います。で、そのためにですね、配位法でやるんですけども、XY は、変なんだけども、元々のグラフは変なんだけども、移った先は変ではないって仮定しましょう。で、最終的に矛盾を導きます。でしょうかね。で、あれ、なんか、チェックをつけたはずはないな。ここじゃないんだな。ですね。で、そうすると、まず、X と Y は変になっているので、X と Y の共通要素はありません。まあ、この図のような感じですね。X は共通要素はありません。だけども、FX と FY は共通要素あるわけです。だから、ここに書かれているのは、それにまだ、この条件を満たしていませんけども、FX と FY は共通要素を持っているっていうのが、この変ではないということからわかります。ですか。で、そうすると、何が言えるかっていうと、fx と fy の方にも必ず、この maxx バーっていう付け加えられた要素が必ず含まれていなくちゃいけません。何を言ってるのかっていうと、fx と fy っていうのは、この x と y が付け加えるんだけども、x と y をこの fx の定義に従って作るときに、x と y は共通要素を持っていないので、fx と fy が x のいや y の部分集合であったら、fx と fy の、共通部分も空集合なんです。もう書くと、x と y の共通部分空集合なので、fx が x の部分集合であり、かつ fy が y の部分集合ならば、fx と fy の共通部分も空集合なんです。ですか？で、下の fx の定義を見てみると、上の方、の形で fx が作られると、fx は x の分子になっちゃいます。いいですか？だから、fx か fy は必ずこの下の形で作られる必要があるんですよ。で、下の形で作られると、maxx バーが付け加えられます、fx に。で、その付け加えられたがために、この fx と fy の共通要素が出てしまうって形になるわけです。
だから、その MAXX バーが付け加えられたときには、それが、この共通部分に入ってくるか、MAXY バーが付け加えられたときには、それが共通部分に入ってくるか、どちらかが起きるということになるわけです。ここまでいいですか？で、もう一つ注目してほしいことがあって、何かっていうと、これまたはなんですけども、この二つが同時に起きることはありません。同時に起きることはありません。なんでかっていうと、X バーが付け加えられるのはいつかっていうと、X の方にこの二つの、N-1 と N が両方とも、入っている場合です。で、MAXY バーが追加されるのは、Y の方に N-1 と N がある場合です。で、両方とも一緒に起きるとすると、X と Y のどちらにも N-1、N っていうのが共通に含まれることになってしまって、X と Y の共通部分が空集であるという仮定に矛盾します。だから、この二つの状況はどちらか一方で何が起きるということになっています。で、まあ、X は対象なので、まあ、それが X の側で起きるということを仮定しましょう。それはここですね。だから X の方は、この N-N を含んでいて、MAXX バーが付け加えられて FX ができるという形になっているとします。で、そうすると、何かっていうと、今、N-1 と N は X に入っているということが分かっていて、X と Y は共通要素を持たないので、Y の方には N-1 と N は入っていません。ここですね。で、そうすると何が分かるかっていうと、今、MAXX バーっていうのが FY に入ってないといけないっていう話でした。この話がですね。で、そうすると何が分かるのかっていうと、MAXX バーは FY に入ってる。これが今これですね。MAXX バーこれですね。MAXX バー。で、これが今 FY に入ってるので、FY に入ってる。もともとの Y のところにこの、MAXX バーが要素として含まれている必要があります。これはですね、含まれている必要があります。なんでかっていうと、Y の方では要素が付け加えられている FI ができているんじゃなくて、要素が決定 FI ができているので、もともとこの要素が Y に含まれている必要があるわけです。だから MAXX バーは Y の要素です。そうすると、何がわかるかっていうと、MAXX バーは Y の要素なので、Y の中の最大要素っていうのは MAXX バー以上になります。いいですか？ MAXX バーは Y の要素なので、Y の要素でもしかしたら MAXX バーよりも大きいものがあるかもしれないわけです。だから MAXY は MAXX バー以上になります。一方で、X と Y は、共通部分持たないので、この今、MAXY と書いてあるものは X の要素ではありません。MAXY はこれは Y の要素ですから、だから、これが X の要素になってしまうと、この、仮定に矛盾するわけです。ですか？ MAXY は X の要素がないので、つまり、MAXY は X バーの要素なんですね。そうすると、X バーの中で一番大きいものっていうのは、MAXY 以上になります。ですね。いいですか？そうすると、ここに書いてあるように、MAXX バーは FY の要素がなくなるにはなれないってことになります。ので、矛盾だってことを言いたいんですけども、何に矛盾してるのかというと、なかったな。矛盾が得られて、何が矛盾かっていうと、ここに矛盾ですね。ここに矛盾するということになります。よろしいでしょうか。だから実際、この、F っていうのが、順道結論になるということになります。あんまりよろしくないって感じですね。ちょっとこれは、皆さんちょっと見ていただいて復習していただくって感じになりますね。すいません。で、今、話をしていたっていうのは何かっていうと、この3つの、存在性の、場合があるんだっていう話がありまして、ちょっとこの続きは来週やっていきたいんですけども、これを使うことによって、いろんなところで、どういうふうに、クネーザーグラフと、分数染色数の関係が、より分かってくるという形になるので、続きは来週にしたいと思います。補足動画で補足するということはしないようにして、来週は、この続きからやるという形にしたいと思います。